デイリーミル編集長の山根です。本日は経済評論家の浅川豊さんをお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。節分。ということですね。はい。まあ季節柄、これにしてみました。はい。お庭外。お庭外。福は内。はい。豆まきとかします。いや、もう何年もやってないですね。お子さんがちっちゃい頃とかは。うん。まあ、ちょこっとやったっていうこともありますけどね。まあ。 それももう年ぐらい前かなでやっぱお父さんである朝香さんが鬼みたいな感じいや別に鬼役やったとかっていうことはなかったですけどね。ということで今回は TikTok のそうです鬼といえば TikTok。鬼といえば TikTok のね規制がアメリカで急激に広がっているっていうことなんですがトランプ政権下で TikTok どうなんだって疑問を呈してからなんだかんだでも TikTok ク 結構今、人気じゃないですか若者はねそう何なのに YouTube よりも TikTok らしいですよ本当にそうみたいですねでこの前スシローのあの事件があったじゃないですかあれも TikTok でしたよねそうですよね。だから何だかんだまあ日本はその規制されてないですけどアメリカでも何だかんだこう人気なんじゃんって思うわけですが、めちゃめちゃ人気ですよ悔しいながらそうなんですよだから10代とかになるとおお その3分の2ぐらいは TikTok 使ってんじゃないかっていう話があってでそれは Twitter だとか Facebook だとかまあそういう他のその SNS と比べた時にもうなんかこう利用者の割合が全然違うというようなことまでまあ指摘されていてまあ TikTok アメリカで。 大人気は大人気、うん、でもこれに関してさすがに規制をしなきゃいけないだろうっていうね、はい、まあそんな感じにちょっとなってきたというところがありますねそのきっかけとなったその事件とは一体何なんでしょう、うん、そうですね、えー、一番その大きいのはあこの TikTok の運営会社のバイトダンスという会社がありますがここの内部監査チームの社員4人がですね、えー、その TikTok の内部の情報が、うん えー、その外部に漏れているんじゃないかというようなあことでもって、まあ、そういうことを報道したあそのフィナンシャル・タイムズの記者など、まあ他にも何人かいるんですが、えー、こいつらに一体どういう経緯でこれが渡ったのかを調査しようということで,で結局その本来扱っちゃいけない利用者の個人情報にですね不正アクセスをやって。 でそれでもって、えー、その流出経路というのを、まあ、調べるということをやっていたのが発覚したという、うんまあ、そういう事件があったわけなんですね。うん、で、えー、バイトダンスはそのアメリカ政府に対してはそのアメリカ人の,そのユーザー情報はあのその中国では一切保存していないから、うん、我々にはそういうのはその、ね、分からないようになっているんです、うん、みたいな感じのことを、まあ、一貫して主張してきたわけなんですけれども。 ところがこの今回その発覚した監視チームというのが、まあ、中国とアメリカと両方ともにこのまたがって、えー、活動しそしてアメリカ国内の情報をしっかりこう掴んでいたということがもう分かったので、まあ、バイトダンスが従来主張していた、まあ、主張、まあ、どうせ間違ってるだろうとは思われてましたけれども、まあ、はっきり、えー、嘘だったということがまあ判明したと、うん いいうこととにななるかなと思いますで FBI の,あのクリストファー・レイ長官がですね「えー、TikTok はその国家安全保障上の懸念をもたらしている」ということを、まあ、議会で、えー、その実際に証言をするということも、えー、あるしそれからマルコ・ルビオ上院議員もですね「えー、そ,のそもそも TikTok はその。 でえー、その中国の法律に基づいた上で、えー、データを中国共産党に提供するように要求を受けているそういう会社なわけだから、うん、もうデータがそうやって抜き取られてその渡されるということを前提にしないといかんだろうと。とにかくその TikTok がいろんな形で集めている場所に関する情報それから、えー、携帯端末に関する情報それ以外のさまざまな個人情報こういったものは中国政府に全部抜かれているという前提になってないとおかしいよねということを発言するようにもなったりして、えー、これはさすがにやばいだろうという感じに今アメリカ全体が動いてるというそういうことになります。うん でこの具体的なこの規制の内容としてはどうういったものなんでしょうか、ねうんうん、でまずその連邦政府の中にあって、えー、その連邦政府が所有する機械というものがいろいろあるわけなんですが、うん、まあこの連邦政府にその使用をもう全て禁止しようという、うん、えそういう法律案がですね 12月14日に上院で可決で12月23日には下院で可決というような形になり、うん、でこれにてバイデン大統領もですね昨年末にその法案に署名するということがあったのでこれが完全に正式に発行したということになります。国、うん、国務省とか国防総省ととかか防総 国土安全保障省のなんかにおいてはですねまあこの法律ができる前よりも前の段階で禁止という状態にはなってたんですがもうそれ以外のその連邦政府関係においては、まあ、全て、えー、これがダメというようなあことになりました。で州単位でもですね、まあ、同様の動きっていうのも今急速に広がっていて今アメリカの全体50州あるうちの31の州で州政府が対応する え端末でのまあティックトックの使用というのはこれは今認められていないという、うん、まあそういう制限がかけられるそんなところまで今来てますね。うん、まあそういう公的機関でこれティックトック使わないっていうのはま当たり前のことなわけじゃないですか。そうですね。でもねやっぱり、うん。 ユーザーは若い若者がメインなんで、うん、いわば、まあ、国務省国防総省のおじさんおばさんたちは別に TikTok 使わないわけですよ、ね、<laughs> まあそう,いうことですよねどれだけこれ意味があるのかなと思ってしまうんですが、うん、まあまさに本当にそうなんですよね、うん、で一応ね大学なんかにおいても今規制するという動きはあ広がっているっちゃ広がっているところもあるんですよ、うん、で南部の,あのテキサス州にあるテキサス大学オースティン校、うんえー、ここは その大学の,その w i f i を通じた TikTok の利用がこれはもう完全にできないようなそういう状態になっています。でそのテキサス州の州政府がその貸与しているその端末ここからですね TikTok アプリを完全に排除するということをやっている上にしかもその w i f i を通じてですね TikTok に接続しようとしても もう w i f i の設定でですね、えー、接続ができないというようなあそういうような感じの処置というのを取ってたりします。うん、で、えー、南部のオクラホマ州のオクラホマ大学とかアラバマ州の、えー、オーバーン大学なんかもですね、えー、やはりこの州政府の決定に従うということでもって、まあ、TikTok 利用というものが、まあ、同じように制限されるというような形にはなってはいます。うん、ただ 個人が端末を使い、えー、そして大学の w i f i を使わなければ当然 TikTok の利用というのはまた普通にできるという状態になっているので、うん、そういう点においては規制はあまだまだ緩いというふうにも言わざるを得ないし、うん、今そういう感じでその州立大学なんかを中心としたまあ要は、えー、その。 っかけの方でではそういういいこことも起こっているんですが私立大学においてはまだそういう動きというのは広がってはいないということがあるので決してですねこの状態いい状態と言えるかといったら、まあ、まだまだそういう点においては甘いということにはなるかなと思います。 そそもそもなんですがこれ冒頭でもね少し紹介していただきましたが、うん、今、TikTok 若者の間でどれぐらい普及しているのかと、うんうん、先ほど3分の2そうですねいアメリカの調査会社のピュー・リサーチセンターが発表したところでいくとアメリカに住む13歳から17歳を対象に実施した調査だと。 67%がティックトックを利用しているというような話をしています。で、フェイスブックを利用しているっていう割合はまあ32%というふうになっているので、フェイスブックの2倍というような感じになりますね。で、全米全体でのユーザー数は9000万人から1億人ぐらいじゃないかというふうに言われているので、えー、アメリカ全体で考えてざっと3分の1。 えー、そのぐらいがあその TikTok を使っているというふうに見ておくべきではないのかなという、うん、まあそんな感じではありますね。うん、アメリカの人口が今三億ちょいぐらいですからね。約一、はいはい、兆人の個人データがっていうことですよねこれ。ううこね、めちゃくちゃ怖いですよ、うん。アメリカ大統領令で。うん もう TikTok を一切禁止ってやってこの泣かせましょうあ確かにその規制強化の動きっていうのは出ててえいろんなやり方みたいなものがまあ今出てきてたりはするわけなんです。でえアメリカの民主党の中からも TikTok の利用をえ完全に止めた方がいいということで持って。 えー、例えばその上院情報委員会の、えー、マイケル・ベネット議員という、えー、議員がいるんですが、うんえー、彼はですねアップルとグーグルのそれぞれの CEO に対して書簡を送ってグーグルやそのアップルの,そのアプリストアがありますがそこから TikTok を排除できるのかと、うんえー、これを排除されればあそのみんな使えなくなるじゃないかと。うんえー えー、いうようなことでもってのその提言を出してたりっていうことがあるわけなんですね。うん、で,、えー、でこの話は当然ながらまだその一気に進むとか、うんえー、その所感を受けて、えー、じゃあ私たちそうしますなんてね、うんえー、そう簡単に、えー、Google も p ップルも言えないところがあるからまだそこまでっていうところまでは行ってはいないんですけれどもただ TikTok はやばいぞということに関しての。 え懸念がアメリカの若者たちの間にも情報としては伝わってくるえ共有されるような方向性にはだいぶ変わってきたかなというふうに言ってはいいかなという感じですねだからまあどこかのタイミングで一気に動くということはまだあり得るけれどもまあただ若者たちからすればなんでこんな楽しいものを禁じなきゃいけないのっていう気持ちもまだあって、えー ままあまあ難しいところは当然難しいっていうことになりますよね。うん、まあね、うん、本当にアプリストアから排除 <laughs> 削除したらまあこれ最強ですけど <laughs>、はい、それは最強ですけどもね、うん、67%とかね、うん、それはもう抗議運動を、ねうんや,ね、やりそうな感じもありますよね。うん、どのよものすごく大きな反発も、うんえー、起こりそうなので、まあ、TikTok に変わるものが。うん まあ別個に用意されるというようなことがまあどうしてもないとここから先うまくいかないんじゃないかっていうのは見ておくべきかなとは思いますね。YouTube の,そのショート動画ってあるじゃないですか、うん、1 10分以内で短い動画でねあれも結構グーグルが力入れていてそ、うん、れはまあ明らかに TikTok を意識しただとは思うんですけど、うんはい、それでもねやっぱり今ショート動画結構盛り上がってますけどうん、うん、まだやっぱ TikTok の方がね、うんまあ、いいらしいですよ。 ですね面白いらしいですねまあ私も全然やんないんでね細かいことは分かんないですけれども TikTok のほうがいいらしいですねはい何が楽しいのか分かんないで日本では河野太郎デジタル大臣が TikTok をマイナンバーカードの普給のためにそういうなんか宣伝やってたじゃないですかあれもどうかと思いますがどうかと思いますよねこれ。 ね、TikTok を使うということを日本の公的機関が実際にそれをやってお墨付きをつけて一体どうするんだよと、うん、でむしろそのデジタル庁みたいな立場からすれば、うん、そういうデジタル上の,そのリスクというものを正当に評価するっていうところが、うん、あ当然必要になるはずなのに、うん、なんかねそのアメリカのやってる動きとはこの真逆の対応になって いる上にでそういう問題点を指摘するとまあ、河野大臣気に入らないみたいでね、まあ、次々とね、えー、そのバンするという、うん、ね、まあ、そういう対応に出てたりっていうこともあったりするようなんですが、うん、一体彼のその、ね、そののね安全保障認識ってどうなってんだろうっていうのは、うんね、非常にこう不思議なものを感じますよね。ね ということでこの前、あのこう市ヶ谷駅がお最寄りなんですけどね、うん、市ヶ谷駅、夜かな、なんかそう、制服着た女子高生2人組みたいなのが、道端で、うん、市ヶ谷駅、人通り多いところで、うん、なんかこう、スマホ、うん、なんか三脚かんか立てて、なんか踊ってたりしてで、それ、おそらく TikTok に投稿するのかなっていううそでですすよよね、おそらくですよね ね、わーおっかねー <laughs> でもそのぐらいとにかく日本においても若者の間においては、うん、TikTok が普及してるっていうのは、うん、それはまあ悲しいかなやっぱり事実ですよね、うんうん、でそうであるがゆえになおさら政府がお墨付き与えたらいかんでしょうというそこに行ってもらいたいななって思いますよね。うん、でどうなんでですかね日本のベンダーで もう TikTok と同じようなものを作れみたいなのとかって、うんこうね、出せばできると思うんですけどねいくらでも LINE、うん、とかでもそうですけど。うん、でもやっぱ先行者利益が、うん、やっぱりね。ともそあそういうものがボンと出てだから、まあ、その使い勝手が悪かったらダメですよオリジナルのものと比べても使い勝手は変わらないとかプラスになるみたいな。 話になるものがこれは代わりとしてこれがありますみたいなのをボーンと出した上でその上で LINE は危険です TikTok は危険ですっていう宣伝をボワってやったら、うん、ね、そしたらあの一気に移るんじゃないのって思ったりするんですけどね、うん、そういうことって考えないんですかね、うん、なか難しいんじゃないですか <laughs> そこまでねいろんなこう失敗のリスクを追ってまでやる日本企業がいるのかと うんやってほしいなでもやれる会社いくらでもあると思うんですけどね何、うん、であんないんだろう、うんうん、いやいやこれは、ままあ、間違いなくその国家安全保障の見地から考えて他国がそれによってこう、ね、その影響力を行使できるっていう状態は、うん、やっぱり避けなきゃいけないから作ってくれっていうことを、まあ、日本政府から話持ち込まれたら やるんんじゃないかって思うんですけれども <coughs> でもそこまでの決断をするっていうことが日本政府ができないっていうことが一番大きい問題なのかななんてね、うん、思ってたりするんですけどね河野大臣本当に考え直して。はいまあ、我々はね <laughs> ひとまずこの YouTube というプラットフォームをね まあアメリカ製ですが使っていかないといけないのでいそうですね,ですねまあまあまあ、ねうん、まあ中国まあまあいろいろね <laughs> 中国もいろいろ言いたいことはありますけどねあ<ー>まあまあまあそれでも TikTok に比べたらはるかにましかなと、うんはい、頑張っていきましょう頑張っていきましょう日本最高 <laughs> <laughs> 必ずやろう日本最高 <laughs> あ,りありがとうございました